今週のおまけです。中地さん、男性50代、東京都の方で、中野武さんの奇跡の経済教室で民間銀行が国債を購入する際、そのお金は日本銀行が民間銀行の当座預金に準備すると書いてありますが、どういうことなんでしょう。まあ、同じような質問でですね、柿の種さん、男性20代、長野県、西田先生は国債は銀行が買います、絶対買いますとおっしゃいました。それは分かったけども、その日銀当座預金は、どうやって手に入れたのでしょうか、ということを、まあ、同じの質問ですね。丸々さん、男性40代、岐阜県の方ですが、銀行が国債を購入するときに使う日銀当座預金、日銀当座預金は銀行預金から流れていないときですが、ではどこから来ているんでしょうか、ということで、まあ、3通同じ質問なんですが、答えは日銀が渡しているんです。え？と思われているかもしれませんが、要するに、もともとですね、国債を発行する前に、政府が国債を発行する前に、日銀が実はですね、買い受けをしているわけですよ。で、買い受けをするということは、銀行の持っている、国債をですね、はい、じゃあ買いますよと買っていくわけですね。で、代金が当座預金として、振り込まれていくと。要するに、じゃあその一番最初はどうなっているのかと、ということですけれども、ね、一番最初は、まあ、銀行が自己資金として、まあ、持ってるわけですよね。銀行を始めるのに、他人資本だけじゃなくて資本金はじめお金があります。で、そのお金でですね、まずは運用する、お金が自分で持ってますから、それを国債などそういうものを買って、安定運用しているわけですよね。で、それを今度ですね、日銀が買いオペをして、国債を銀行から買うと、買った代金が日銀当座預金で振り込まれていっているということです。で、要するに日銀当座預金というのは、通貨と同じことですからね。この日万円札と日銀が発行しているものです。日銀が発行するにはどうしたらいいかというと、日銀が物を買うということですからね。物を買うというのは何かといえば、要するに国債や資産をですね、株、まあ、そういうものをですね、日銀が買うときに代金として振り込まれるのが日銀当座預金と、まあ、こういうことなんですね。ですから日銀は全く何もない状態、何もない状態からお金ですと言って渡して、当座預金ですと渡して物を買ってると、こういうことなんですよ。まさに無から有を作り出しているわけですね。で、それが日銀当座預金であります。その日銀当座預金を銀行が持っているのはなぜかといえば、彼らが持っていた資産を銀行が買った代金で払ってもらったからと、まあ、こういうことであります。よろしかったでしょうか。本週のおまけでありました。